放送をご覧の皆さん、こんばんは。イノランバーへようこそ。イノランバーはこの度、リニューアルしました。まあリニューアルといってもね、まあそんな変わんないですけど、多分内容は、よろしくお願いします。そして今回から手伝ってくれる猿のがこちらの方です。はい、皆様はじめまして、大隅真理子と申します。今回から、はい、アシスタントとして進行のお手伝いをさせていただきます。はい、ナイスアシストできるように頑張ります。まあ、僕だけだと多分進行が全然ね、もう読んでるだけなんで、はい、よろしくお願いします。大隅さん、お酒は飲みますか？私結構飲みますね。日本酒とか大好きで、大隅って九州の、鹿児島の大隅なんですけど、九州の血が入ってるのでとっても強いです、ね。でも九州じゃないですよね。私は私はすいません私は関東、そうですよね、はい、そうですよね、神奈川です。そうですよね、神奈川チーム、神奈川で、はい、チーム神奈川で頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、はい、最近は最近どのような活動をなされてるんですか？それは私の質問なんです。そうなんです。すげえ、俺ダメだやっぱよかった、ありがとうございます。イノランさんのね、最近の活動だって書いてないじゃん、そうやってさ、ほら、あ、本当書いてあった。はい、最近ですか？はい、最近はね、曲を作ってますね。うんうん、まあ、いろんなバンドっていうかプロジェクトの曲を作ってます。はい、はい、普段イノランバーということなんですけれども、はい、どのようなお酒を？お酒は何でも飲みますよ、はい、場に合わせて。最近も結構飲まれます？最近はですね、夕方ぐらいになると曲作りながら、飲みながら作ってたりはしますけど、はい、はい、なんか硬いですよね。なんかね、硬いですかね。はい、ま、はい、というわけで本日はですね、はい、ニコニコ生放送と後半はチャンネル登録者限定の放送でお送りいたします。はい、最後まで楽しんでいってください。はい、いろいろコメントが、はい、ね、来ていますが、こういったものもね、アシスタントがいるからにはたくさん拾って、そうですね、はい、頑張って、ありがとうございます。ありがとうございます。曲楽しみな、ありがとうございます。うん、はい。さあ、今日は、はい、素敵なゲストがいらっしゃってるんです。そうなんですよ。そうなんですよね。はい、それではもう早速ゲストの方にご登場いただきましょうかね。はい、準備よろしいですか？はい、ありがとうございます。それでは映画監督の桐谷和明さんです。どうぞ入りください。こんばんは。どうもこんばんは、こんばんは、よろしくお願いいたします。クリアでございます。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。すいません、なんか硬くて。硬いですよね。ダメ出しが。もうなんか旗から見てて、めっちゃ硬いなと思ってて絶対これ収録だったら NG ですよ。そうですね、テイク取り直しですよね、これね。そうですね、はい、はい、お二人はどういったご関係なんですか？付き合ってます付き合って何年でしたっけ？付き合って、3年ぐらいですか？そうですね、もっといってるか。もっといってますね。4年ぐらい、4年ぐらいです、ね。うんうん、ちょっとすみません、そのお話の前にお飲み物、バーなのでね、はい、ぜひせっかくですのでお飲み物をお出していただければと思うんですけど、僕はウーロン茶ください。あ、ウーロン茶で、はい、はい、酒をやめたんです。あ、そうですか。はい、井村さんは？僕じゃあロックでお願いします。はい、はい、じゃあね、お願いします。ですね、うん、粗相ばっかりするんで、あら、お酒をやめてしまったんですよ。あ、そうですか。はい、ちょっとは、あ、何ですか？どうしました？すいません、お酒をね、今はやめられてるところなんですけど。そう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 、はい、いろいろ粗相がね、なんかテレビでいろいろ、テレビでいろいろ言われてますよね。誰かがね、言ってますよね、声が低い人が俺のことを言っていて、どっちかもう分からないですね、こう視聴者からすると。あれね、あれはもっとね、奥の深い話なんですよ、実は。そうなんですか。ただね、そこまで言ったらね、業界が大変なことになってるから言えません。ちょっとここはね、はい、うん、はい、はい、飲みに行かれたりとかはあのね、カンペがあるのが分かりすぎすいません、監督失礼しました。飲みに行かれたりとかは普段される？いつも飲んでますよ、一緒。あ、
そうですか。ご飯食べたり食事行ったり、うんうん、よくね、だって付き合ってるから、うん、いつもね外食ってやつだね、外食してバーに行ったりとかしています。あ、そうですか。まあでもね、僕はあえて 兄貴とたまに呼ばせていただいてますんですけど、ますんですけど硬いですね、硬いですね、ね、はい、あ、まあね、忙しいじゃないですか、まあ、日本にいない場合もあるし、あなたに言われたくはない、そうだからいつも LINE をこう待ってるんですよ、こう飲みに行きたいなとかに、で来るとよっしゃってなって行きましょうって見過ぎ、でもね、ほんとね、すぐ出てくる、すぐ出てくる、うん、あのね、うん、レコーディングとかしてなかったら、うんうん、本当に、うん、でも最近忙しいよね、そうですね、だってさ、もうやりすぎ、いろんなバンド、うん、でもさ、やらないとさ、やっぱさ、うん、人生一回だしとか言うじゃない、うん、ね、仕事しすぎ、仕事っていうかね、あのね、うんうん、曲作りすぎ確かに確かに常に曲作ってる作らないと多分死んじゃうんですよ、はい、あ、お飲み物、あ、どうもです、 ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。お、さすが、あ、さすが、ほら、さすが、ほら、コースターまで作って、あら、イノランバー、ありがとうございます、ね、もうどっちかっていうと俺がホストみたいな感じになっちゃってるけど本当ですよね、僕らゲストみたいな、本当に、うん、ありがとうございます、はい、はい、これ何これ、これではパトロンのロックです、ロックと、はい、何これ、お茶、お茶、お茶、はい、すみません、飲んでる人若干一枚、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、オッケー、はい、行こう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 、はい、今あのパトロンお飲みになられていますけれども、はいはい、プロデュースされて、そうですね、はい、うん、バレルセレクト作りました。どういうお酒なんですかね。テキーラです、はい、プレミアムテキーラです。どういうまあもうなんでしょうね、おしゃれです、とりあえずパトロンは多分俺なんか話聞いてなかった俺テキーラの中でもちょっとやっぱりスペシャルな、そうですね、やっぱり、あの好きな方も多いし、美味しいよね、うん、これ本当にハリウッドとかでもロスとかやっぱ人気あるでしょ、うん、すんごい人気、うんうん、そうなんですよ、はい、今日はね、ぜひユーザーさんも一緒に、そうですね、あ、そう、みんな飲みながらっていう、はい、うん、行きたいですね、ゆるりと参りましょう、はい、兄貴になるな、やっぱまあね、なんだろうこれ、なんだろうこの違いは自分に、自分すごいじゃん、いや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 、モテるね、いや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 、本当に、いやいやいや、なんかあのファッションのモデル、突っ込みづらいでしょ、え、いやいや、そんなことございます、突っ込んで、うん、突っ込み返し、突っ込んで、あ、ありがとうございます、どうぞ、はい、ね、あのモデルとかされてましたよね、誰がですか、井上さん、あ、僕ですか、最近ですね、なんでも、いやいやいや、だってさ、一緒飲み行くでしょ、もうさ、もうなんていうの、俺の年を言うじゃん、で、大体一緒だよね、大体一緒です、こっちがいるね、はい、こっちの年聞くとウェーっつってみんなびっくりするの、うん、俺の年でも誰もびっくりしない、それぐらい若く見える、うん、ね、でも、ね、兄貴はもうかっこいいな、兄貴やっぱ、うん、でもね、兄貴はね、本当にこれってさ、うん、ちょっとあれなんだね、遅れてコメントが見えるんだね、そうなんです、ね、こっちはちょっと遅れてます、うん、あ、飲んでますって方も、うん、そうですね、ね、いらっしゃいます、ね、月曜日から、うん、いいですね、こういったどう見ても俺酔っ払いだね、こうやって見るとね、え、そうですかほら、酔っ払いっぽいじゃん、そうですか、うん、おい、イノランゲスト感っていうの、ゲストっぽいですね、僕ね、でしょ、うん、だってね、うん、あのね、うん、なんて書いてあるの、カンペが読めない、向きで、向きで兄貴、何が兄貴、もうね、これね、僕言っていいですか、ここで始まる前に緻密な打ち合わせが行われたなのにめちゃくちゃ緻密な打ち合わせが行われていたのに、うん、そうなってない、うんうん、はい、はい、なんで兄貴、そう、なんで兄貴、ほら、キラさん飲んでみたいに見える、あのね、もういいよ、無視して、はい、どうぞよろしいですか、うん、ちょっとここでもう皆さんご存知かと思うんですけれども、うん、キリアさんのゲストのキリアさんについてご紹介させていただきたいと、はい、そうですね、あのね、あの去年撮った映画がね、シン・ゴジラ、違います、違います、それと、はい、君の名は2つとも大ヒットしちゃってすごい
ありがとうございます。はい、これが皆さんよく分かりましたね。正解の、あのプロフィールをご紹介したいと思います。はい、桐谷和明さん、1968年熊本生まれです。15歳の時に単身渡米し、マサチューセッツ州にある全米有数のアートスクールでデザインやアートを学び、1990年代半ばには写真家としても活動を開始しました。その後、数多くのミュージックビデオの制作を行うなど、クリエイターとして脚光を浴びています。ほう、はい、はい。そしてですね、はい、そして2004年にはですね、うん、テレビアニメ心臓人間キャシャン、エヴァンゲリオンね、違います、キャシャン、はい、キャシャンを斬新なビジュアル感覚で実写映画化した、エヴァンゲリオン斬新だったよね、はい、うん、SF アクション、うん、キャシャンで映画監督デビューしました、うん。ご自身も2015年に自らメガホンを取ったラストナイツでハリウッドデビュー、ララランドですよ。違います、はい、はい、うん、ハリウッドデビューを果たしたという、なるほど、映画監督というなんていうんですかね、肩書きには収まらない。あ、もうどうでもいいしね。あ、そうですか、うん、肩書き何でもいい、うん、何ならいらない。あ、いらない、うん、俺の名前もいらない。君の名は、君の名は。いやでもね、うん、これ真面目な話していいですか、はい、なんかね、肩書きとかさ、いろんなさ、名刺の何々、はい、なんとかっていう肩書きあんじゃん、はい、部長とかさ、はい、社長とかさ、もうどうでもいいよね。毎回もらうためには、なんかもうどうでもいいじゃんとか思っちゃうのよ、俺ってさ、うんうんうん、それがなんか一番最初にこうやるじゃん、うん、それで俺はこうだみたいな感じで来るけどさ、いや別にどうでもよくないって思っちゃうんだよね、うん、ここで言うから嫌われるんだけどさ、いやいやいや、うん、ごもっともだと、はい、今何してるかって、そういうことがやはり大事だということです。ん、今、うん、何をしてるかということとか、それが大事だということ、今何喋ってるかが大事なわけじゃん。そうですね、この人が今何を言っているのかっていうことしか俺は興味ないし、その人が以前何言ってたとか、これから何をするかなんかどうでもよくって、この人が今目の前の人が俺に何を言っているのかって、それしか興味ない。なるほど、かっこいいでしょ、ほら真面目なこと言っちゃった、かっこいいでしょ、うん、いや普段お酒を飲まれてる時もこういったお話をする、なるよね、全くなりますね、全くなる、うん、なるなる、変わんないよっていうこと、テレビとか、うん、私たちが見る、俺テレビないもん、うちそういう話しなくて、え、じゃなくて皆さん知らない桐谷さんの一面とかって野良さん知ってる部分ってありますか。いや、変わらない、変わらないですよ、変わらないですよ、俺テレビで出てないし、たまにお見かけします。あ、シンゴジラの番宣でね。あと押しますね、信号車、信号車押しますけれども、うん、いい映画だよ、うん、ねえ、うん、ご覧になられましたか。見た見た、いかがでご覧になりました。見てないです。とってもいい映画だと思った、うん、本当に、うん、我ながらよくできたなみたいな顔してありがとうございます。ありがとう、桐谷さん、4月に舞台公演があるという、あ、はい、それ僕が演出してるんじゃなくて統括したやつで、前回ハムレットっていうのをやったんですけれども、はい、それの第2弾で、まあ、プロデュースですよね、やりますので、うん、見に来てください、はい、4月21日金曜日から23日の日曜日まで、うん、世田谷スタディオアマデウス、うん、桜新町サザエさんのとこですね。桜新町の駅からで歩いてすぐですよね、うん、舞台作られているということで、はい、ご覧に、はい、あの前回 の、 ハムレットを見に行かせていただいて、 ありがとうございます。いいよ、来ていただいて、すごく良かったです。斬新でしょ、斬新、私も、はい、うん、すごく斬新、もしかしたら同じ日に行ってたかもしれないです。あ、そうなんだ、千秋楽に行ったんで、そうです、そうです、そうです、ね、ありがとうございます。なんかね、ステージセットっていうか、まあ、ステージセットはセットなんですけど、うん、セットがかっこよかったですね。ありがとうございます。素敵ですね、360度人がこうね、そう、なんかプロレスという表現です、すみません、プロレスです、表現があれなんですけれども、リングみたいになってね、どの角度からでも楽しめるという、うん、はい、次のやつは相当舞台、セットがありますので、それも楽しみにしていただければと思います。同じ場所ですよね。同じ場所です、うん、
きたい行きたい。ほら、イノラン話してっつってるよ、ほら。うん、わかりました。俺ばっか喋っちゃって。うん、いや、全然大丈夫ですよ。桐谷さん酔ってるでしょ、だって俺。酔ってないですよ。飲んでないですよ、飲んでないですよ、桐谷さん。うん。そしてですね、イノランさんも、お忙しいということなんですけど、いろいろ控えてますよね。いやいやいや。はい、控えてますね、はい、何をしてるんですか。どれですか、うん、今は曲作りですけど。また曲作りですか。そうなんですよ。5月3日に、はい、あのライブが、ソロのライブがファンクラブ限定なんですけど、はい、イギトルムであって、5月29があれですね、武道館ですね、ルナシーで。おー、すげー。結成日、うん、結成日かな。あ、そうなんだ、うん、そうですね、行く。あ、ぜひぜひ。チケットが余ってたら。大丈夫です、大丈夫です。もう取りました。ダフ屋で買う。いやいや、もう取りました。撮りました、撮りました。ダブやダメです。ね、ダメなんだね、そういうことですね。ダメです、ダメです。いいの。はい。ね、あの、井上さん、はい、ライブ DVD も。あ、そうですね。発売になる、はい、そうですね、杉蔵と去年やった。はい。マイクがガサガサするって俺だろ、これ。俺じゃない。私ですかね。俺じゃない。俺じゃない。俺が動き回ってるからじゃない。俺じゃない。まあいいや。うん、ライブ DVD、はい、杉蔵さんとのライブ DVD は4月26日。そうですね。発売。杉蔵と2人で何かやったの？去年あの対バンやったんですよ。ああ、そうか。俺さ、ちょうどね、呼ばれてない。それ。あら、違いますよ。日本にいなかった。言いました。行くよって人、ね、かなりコメントでユーザーさんいらっしゃいますけれども。そうなんですよ。うん、DVD 出るんですよ。はい。はい、そして、はい、今年も。はい。行われるんですよね。やりますね、杉蔵と対バンを、はい、6月やりますね。9日、はい、9日、11、そうですね、はい、9日がナンバー8。そうですね。俺呼ばれてないよ、これも。11日、いや、まだこれからよ。これからゼップ東京 でしかも、この後にあの香港とシンガポールも行くんです。あ、そう。これこのまま杉蔵と2人ね、一緒に行きましょう。 OK、 はい。オフィシャルホームページでね、先行受付中、はい、ということなので、4月3日月曜日までということなので、はい、ぜひお早めに皆さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そしてなんとメキシコで開催される、はい、テキーラフェス、はい、2017。そうですね。インカンクこちらにも、はい、ゲストで。どういうこと？あのテキーラフェスタっていうのを日本、東京とかいろんなとこでやってるんですよ、うん、それを今年はあのカンクーンっていうあのメキシコのフェスなんだ。フェスをやろうっていうので行ってきます。すげえじゃん、はい、行くよっていう人本当にたくさんいらっしゃいますね。そうなんですか、ツアーが組まれたということで、ツアーにもぜひね。そう、メキシコ行ったことあります？うん、あるよ。いいっすよね、メキシコ。俺ティオアナしか行ったことない。ティファナかな、日本でいうところの。キューバとか行ってましたもんね。キューバ素晴らしい。カリブ海、うん、キューバ大好き、うん、キューバに住みたい。あ、いいですよね、できることなら、うん、メキシコも連れてって。わかりました。テキラフェスタというのはどういったイベントなんですかね。ですね、基本だからまあ、テキーラだけでもね1500種類ぐらいあるんですよね、種類が、はい、でその中から厳選した、まあ、500種類とか300種類とか、それをある入場料を、うん、払うと、うん、飲み放題。飲み放題なの？そうなんです。大変なことになっちゃうじゃん。いや、でもね、うん、そんなみんなやっぱハッピーですよ、やっぱ敵。いや、それハッピーになるよ。そんな飲み放題やったらさ、それでハッピーじゃなかったらおかしいよ、それ。まあまあ、この間も東京でやったんですけど。すごいね、うん、そう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 。で、宇佐くんとか、EXILE、元 EXILE。あ、そうなんだ、うん、行く、ね、東京はどうでしたか？盛り上がりましたよ、うん、大阪も盛り上がるし、博多とかも盛り上がるし、はい、またやっぱね、来る人も全然またタイプが違う。そう、そうですね。沖縄もすごかったですね、やっぱ。なんかいっぱい行ってるんですよ、僕。どういうタイプの人なの？わかんないです、わかんない。なるほどね、わかった。テキーラの新しい魅力を発見できるという。そうですね、テキーラってね、ハッピーになれるよね、うん、本当に。そう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 、うん、はい、というわけで、皆さんぜひチェックしてみてください、はい、それでは改めていろいろと深く掘り下げて聞いていきたいと思います。もっと掘り下げるんですか、ここから。うん、そうなんです。はい。桐谷さんと稲田さんの出会ったきっかけを教えていただきたいんですが、稲田さん。なんだっけ。ね、なんかのイベントで来てて、あのね、原発のやつだな。岩井さんがいた時でしょ。あの、正美幸さんの。そうだ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 。なんかね、イベントで、なんか俺が飯食ってたのよ。うんうん、してそこに。
来て、ね、一緒に座りますみたいなこと言って、おーい猪蘭くん、僕杉ちゃんとすごい仲良くて、その時、うん、それまでそもそも杉ちゃんと俺すごいな長いんですわ。それはどういうおつながりなの？杉ちゃんは仕事で一緒だったのかな、なんか写真撮って、いやその前に誰かに紹介されてんだよ、うん、なんか、うん、すんごい前、うん、それですごい仲良くさせてもらってて、それでもちろんルナシーのこと知ってるし大好きだしね、バンドとして。それで、お、イノランくんだっつって、はじめましてっつったら、なんとまあ腰の低い人で、こんなに腰の低い人がいるのかっていうぐらい腰の低い人でね、そうでしたっけ、そういう時だってすごい丁寧でさ、うん、こんないい人なんだっつって、うん、それでその後に何だっけ、俺がインタビューしたんだっけ、そう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 、うん、それであの俺がやってる番組でインタビューさせてもらって、そこでトークして、うん、まあ、そこら辺から仲良くなってね。そうですね、そうですね、うん、じゃあもう第一印象はとてもいやいや、もう本当、こんないい人いるんだって感じですよ。いやでもね、もうちょっとぶっちゃけ言うと、うん、キヤさんこう今のままこう変わらないんですよ、うん、で僕がキヤさんに免疫がなかったんで、こうはっきり言われるのが、はい、こう最初はいはいっつってたんですけど、ちょっと待ってくださいよみたいになって、あ、そうだそうだそう、いいよいいよ、ああ飲み行こうよ今度ってなって、うんうんうん、それで飲み行ったんですよ。猪蘭さん、じゃあ初対面の印象あんまりっていうか、あの、うん、すごいだからストレートな人ってほら何人かしかいないじゃないですか、です、ね、業界とかでも、うん、よくわかんない、これしかわかんないから、うん、思ったことをね、そう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 、なかなか、そうそうそう、うん、思ったことを口に出しちゃって、いつもね、あーってなっちゃう、しまったってなる人僕です。いやそれでも昔からそうだったからよかったです。今急に桐谷さんみたいにやると叩かれますよ、今多分そうだでもこのご時世ね、だからね、あんまりね、喋んないようにしようとか思いながら、こんなとこ来てまた言っちゃうから、うん、いや酒も飲んでないのに、うん、今あのもうカラーになられますけど、うん、何かオーダーされますか？あ、同じやつください。お願いします。そしてちょっと気になったことが一つあるんですけれども、はい、昨年末ツイッターで、うん、舞台が終わったら音楽やります、うん、多分それが最後の創作活動かと、うん、でつぶやいてらっしゃるんですけれども、うんうんうん、音楽活動っていうのは始められたんですか、ね、実はやってるんですよ。ああ、そうなんですか。今アメリカのですね、カリフォルニアの山奥に住んでまして、うん、山小屋に森の中の、うんうん、そこでずっとなんと曲作りをしてて、でそのままね、20年前ぐらいに音楽やってたんですよ。そもそもカメラマンになる前って僕ミュージシャンでやってて。ご存知でしたか？はい、知ってます。この間それでその時の音源がなんと見つかって、この間聞いてみたの、うん、したらまあ結構ちゃんと作ってるわけですよ、うん、結構今聞いて、ちゃんと作ってるなと思って、うん、で一緒にバンドやろうってやつがいて、うん、そいつに聞かせたらもうそれをそのまんまアレンジし直してやりましょうって話になって、うんうん、今ね全部ね12曲ぐらいあるんですわ。あら、もうアルバム出せますよ、うん、はい、でそれをやろうって話になって、うん、ジャンルと言いますか、どういったジャンルはね、よくわかんない。聞いたやつに言わせると気が狂ってるっつってた。なんかノイズそう。なんかね、ピーピー言ってそう。だからまあ、うん、まあそれが唯一ね、僕が今まで生きててできてないものなんですよ、音楽が。ね、イノラニエチもそのこと言ってんだけど、はいはいはい、唯一できてない、やり遂げてないものなんで、うん、それをやり遂げて、うん、もう終了って感じですよ。うーん、はい。ライブとかやるんですか？ライブをやろうと思っているんですけどね、うん、呼ばれてない。いやギター弾いてぜひね、コラボレーションとかある可能性ありますか？そんなレベルじゃないんで、宮城杉蔵の次だな、サブのサブだないやちゃんとお呼びします、うんうん、猪蘭さんも昔のご自身で作られた曲を聴き直したりとかすることってありますか？うんうん、たまにね、たまにデータ残ってるやつとかたまに聞くけど、うん、やはり何かいいやつはいいですよ。そうだから、うん、やっぱりね、20代の頃って、うん、
あ、やっぱ必死でいろいろ考えてたんだなとか思うよね、うん、そういうとこ 聞くと、うん、なんかありえない展開とか、うん、ありえないなんていうのコード進行とかやっちゃってて、うんうんうん、あ、でもこれくらい必死になって俺は考えてたんだっていうのすごく思っちゃう。もちろん稚拙なんだけど、うんうん、あ、頑張ってんじゃんみたいなね、うん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 、それは昔の作品とか映像作品とか昔の映画とか見てもそう思うんだけど、うん、この間俺久しぶりに五右衛門見たの、うん、はいはいはい、公開以来、うん、あ、俺ちゃんとこれカット割りやってんじゃんと思ったし、うん、脚本もそんな悪くないじゃんと思って、うんうん、ただカメラ位置がちょっとおかしいけどね、おかしかったなと思う、うん、でその後にキャシャーンのちょっと時間なくて出だしの方だけ見たんだけど全然ちゃんとやってんだよね、うん、それは思った。俺頭の中でもっとひどいもんだと思ってたけど、うん、見返してみるとなんでちゃんとやってんじゃんってすごい思った。五右衛門はねご自身でも出演されるという、あれはねちょっとね、いろいろありましたね出なきゃいけなくなっちゃったんですけどね。そうだったんですか、はい、うん、やっぱりこう昔の曲を聴いて、うん、今のソースになったりとかってするんですかね、その創作活動につながる。まあ多少はね、多少はなると思う。あ、なんかやっぱりそのなんだろう、実家帰るじゃないけど、なんかこう、あ、帰って、あ、なんか思うことっていうか、俺若い子こうしてたなって、ただそれだけかもしれないですよ。俺ね、ルナシーってのお世辞じゃなくて、ね、好きなバンドなんですよ。ありがとう。で、やっぱね、あの当時すごくやっぱトライしてたよね、うん、そのいわゆる既存の音楽、日本の音楽シーンに対してすごいトライしてて、うん、だからそれすごくよかいいなと思ってた、うんうん、だからそこでやっぱそれってやっぱなんかチャレンジしてる、してるわけじゃないですか、うんうん、ね、だからそれにね、なんかやっぱね負けないようにしないといけないなって常に思う、うん、なんか若い頃の自分がやっぱチャレンジしてたところに対して、うん、今だともっと知識もあるしさ、経験もあるから、うん、ちょっとなんか舐めてかかっちゃう部分があって、うん、俺とか、うん、だからそこにねやっぱりこのやっぱチャレンジするようにもっといかなきゃいけないなってすごく思いますよね、うん、あのキリアさんは、うん、シアター LOV という役者さんの育成なども今されていますけれども、うん、どのようなことを。いや、お芝居を、まあ、教えるって言ったら僭越だけど、まあ、演出家の観点からこうその役者をね、もうちょっと違う層の役者というか、うん、いろんな層の役者がいるから、うん、それをあの育てるって言ったらちょっと語弊があるけれど、あの、まあ、見つけたいわけですよ、新しい役者を、世に出てない子たちを、でその子たちを見つけて、あの自分の舞台に出したりとかしたいなっていうふうにしてやってますけれどね。なるほど、うん、じゃあもう常に新しい、なんていうんですか、自分の作品のソースになるようなものを探しているんですかね。そうね、うん、で日本だとやっぱりその事務所に入ってないと、はい、あの映画出れないとか舞台出れないっていうのがちょっと強すぎる、うん、だから、うん、それ俺嫌だなと思ってて、うん、もっと平たく公平にね、うん、あのできるやついていいと思うし、うん、うち舞台の場合はもう全部オープンオーディションで、うん、誰でも来ていいっていう感じでやってるんで、うん、そんな感じで見つけたいですね、うん、そしてですね、お二人何かコラボレーションしてみたいことなどはありますか、うん、井上さんありますか、キリアさんと、うん、いや、まあ、付き合ってるからね、うん、付き合ってるから今日そのままこのままずっとね、子供とか ね、 そうだね、作ってみたいコラボレーションコラボレーション生み出すという何かそうです、ね、いや俺は生み出すのは嫌だけど、いのちゃんがやってくれる生み出す側という、ね、一応、はい、でもあのソロの楽曲とかもミュージックビデオとかもつっかね、俺いつもね、なんでミュージックビデオやらせてくんないのっていつも言ってんだけど全然頼まないんだよね。あら、なんで、なんででしょうか。いや、キリアさんがもう何それ俺な感じがするっていうか、なんかいやもう頼むの悪いっていうか申し訳ないな、なんでそういうこと言うんだろう。これ真面目な話で、全然頼まないの俺に。だって俺やるよっつってんのに頼まない、うん、え、じゃあ頼んじゃおうかな。で言ってんじゃん毎回いや毎回言ってるんですよ。なんかでもね、イメージがね、やっぱほら俺何それ、ハリウッドも作ってるし、シンゴジラもだし、そう、シンゴジラがあるから、シンゴジラがあってからちょっと値段が上がってるんだけど、そうそういうイメージがあるから、なかなかこう頼みづらいとか。そう、いや、みんな言うの。そう、このみやびも、うん、
なんで頼まないんですって言うって言うから、いや頼いいよっつっても、うん、今度はねレコード会社が信じないっつうんだよ。あ、なるほど。俺宮城に、うん、あのさ iPhone で 俺ビデオ撮らして、うん、いやキリアは宮城のミュージックビデオ撮りますからよろしくお願いしますってこどこまでやったんだよ俺それでもオファーが来ないっていうね、うん、もしイノランさんのミュージックビデオをディレクションされるとしたらどういう、いや曲次第でしょ、曲の世界観、曲聴いてみないと分かんない、そんなの、ね、そのまんま曲を聴いて出てきますから。そうですか、うん、でもキリアさんの作品っていうのは、うん、すぐ分かりますよね、こう映像が出てきて。そうですか、うん、でも君の名は俺だって分かってなかったじゃないですか。いやちょっと違うあの相棒も僕ですからシリーズもじゃないですか、シリーズ相棒全部かなりシリーズじゃないですか、はい、うん、そうか、おまんないでよ真顔で、うん、あのシアター LOV を設立されたように、はい、ようにですよ、キリアさんが、うんうん、イノランさんも何か新しいこう試みといいますか、今年挑戦したいこととかってありますか？いやもうでもやっぱね、まあ、4つぐらいやってるんですけど、やっぱ4つで精一杯だし、そのファミリーがいるんで、うん、そのね4つをこうどんだけこう夢持ってやるかっていうか、うん、まあそれは曲を作るしかないんですけど、ほんとすごいよね4つもやって、うん、気がつけばですよやっぱりでももう捨てられないじゃないですか、変な話もファミリーがいるんで。そうだね、それぞれに捨てられないっていうか捨てるつもりもないですけど、どれも本当大事ですよね。まあでも本当にすごい恵まれてるっていうか、逆にできるってことは。そうだよね、そうすごい感謝です。そうだよね、でも締め切りないと作んないもんね。そうなんです、そうなんです。うだうだやっちゃうから。締め切り守ります？あ、俺は締め切りがあったら守る、うん、なかったら、なかったら、うん、なかったら守んない、うん、確かに、うん、確かにね、うん、やっぱり人ってね、追われて追われてずっと追われて名言じゃないですかそれ。そう、それ YOSHIKI、うん、さんに言ってください。アルバム言えない、アルバム言えない、言えない、はい、はい、でも4つも今こう、うん、ね、やってるということなんです、うん、なぜこの4つ、うん、あ、だからルナシーがその終幕って言って1回7年ぐらいね、あの活動が停止した時に生まれたものがたくさんあるってことですよね。だからってルナシが始まったからってこれはやめられないじゃないですか、うんうん、それは俺の人生の中でこうあったわけだし、だからそれが4つになっちゃったって話だけです。なるほど、ね、うん、やはりこう聞いてくださる方々の層も違ったり、ね、そうですね、やっぱり音楽性によって全然違いますよね。いろいろ挑戦されてる中で、うん、ルナシさんの活動に影響を、うん、もちろんもちろんそうですね、うん、そうですね、うん、あのやっぱりその、うん、全然影響が出ますね。行ってまた影響して、また戻ってきてまた影響されてっていうか、それぞれにこうまた違う顔で顔出せるっていう、うん、いいよね、うん、キリアさんとこ何同時に2つとか作れます？映像とか。あ、全然やるよ、うん、全然やる。頭は大丈夫ですか？全然大丈夫、うん、全然 OK。その全く違う作品でも、うん、あのね、エヴァンゲリオンの最終話とシン・ゴジラ2を今企画中だから、うん、やばそうですね、やばそうですね楽しみですが、うん、はい、こうなんかこう切り替えじゃないですけど、こうライブの、うん、ライブのパフォーマンスとかも変わってくるんですかね、そういう、そうだね、ライブによって、ね、例えば、うん、例えば真面目な話していいですか？あれ今まで真面目じゃなかったの？いや、ちょっとだけ真面目な。あの例えばそのマディエイプスっていうバンドもやってるんですけど、うん、あのまあイギリス人2人と大阪人と俺とみたいな関東人みたいなのやってるんですけど、うん、それでレコーディングとかフロリダとか行くんですけど、うん、やっぱそのなんだろう、まあ、まあいわゆる洋楽の人ですよね、うんうん、でルナシー別に洋楽っていうんじゃなくて邦楽でもまあわかんないですけど、このなんだろう、この曲の作り方が全然違う。そうだよね、そう、あっちの方の曲の感じ方が全然違うっていう、うんうん、こっちだと例えばあの A メロ 1A があったとしたら、うん、B があってサビがあるでしょ、うん、で 2A っていうのはこうどんどん音を重ねていくんですよ、足していくんですよ、うん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 、盛り上がるように、うん、でも彼らはフィル一つでドラムの
こうフィルってあるんですけど、はい、うん、それ一つで気分が上がったら音数って関係ないんですよ、ね、うん、音数限られたっていうか同じ中でも気分上がってっから盛り上がってんだっていう、そういうのとかまた逆にルナシーに持ってったりとかするとまたなんか面白いっていう、なるほどね、逆にルナシーのその感じをマディエプスにやるとまた面白いっていうか、マディかっこいいもんね、上がってるだろうって話になっちゃう、クンローだもんね、そうなんですよとかね、あのルナシーさんの曲が聴かれるということなんですが、好きな曲とかってあるんですか、好きな曲、なんかベタな質問だねラスティーネイルですくれない？あのね、はい、I for You とか名曲だなと思うけどね、ね、はい、なんだかんだ言うとね、はい、ドラマのベタだけど、ベタだけど、名曲だなと思うよね、なんか、いいですよね、逆にキケさんの作品でラストナイツすごいすごい良かったですね、やっぱりなんていうんですかね、男好きですよ ね、 そこでシンゴジラって言ってくれるかなと思ったら、ちょっと真面目がいいかな、はい、ありがとうございます、ラストナイツ、ラストナイツですね、ラストナイツ良かったですね、はい、ありがとうございます、それではですねここでイノランさんのミュージックビデオにお送りしたいと思います、ね、俺がやってないやつね、すいません、はい、どうぞご覧ください男性から見てもかっこいい、いやいやいや、コメントもこれね、このビデオね、あの先ほど音楽性の話で、はいはい、昔 の、 あの曲も聴くということだったんですけど、はいはい、やっぱり昔と今では変わってきていますかね、そういう音楽の、でもさっきギアさんがちゃんとちょっとあってるかもしれない、まあ、むちゃくちゃですよね、勢いはありますよね、そう今そう、ケイヤさんもいや だからやっぱりそのさっきも言ったみたいにそのこうやればやるほど経験と知識がついてくるわけですよ、でこうやったらこうなるよねみたいなことが分かってきちゃうのが、まあいいんだけど非常にこう良くないところがあって、そのどんどん幅が広がっていくようで幅が狭まっていく、だから分かんない時ってもう分かんないなりに、はい、いろいろ試すわけですよ、例えば音楽だったらさっきみたいに全くコード知らないから、なんか勝手にコード作っちゃったりとか、こんなのダメじゃんって言われるようなことも分かんないからやっちゃったりするわけですよね、映画もそうだし、こういうことしちゃダメよっていうのがあるんだけど、それ分かんないからやっちゃうわけですわ、だからそれがなくなってきちゃう、だからそれを分かっててもダメな方向に行くっていう勇気が必要になってきちゃうっていうね、そういった意味でやはりいろいろな活動をフィールドでするっていうことは大事なんですかね、そうですね、なんかやっぱり、ね、自分を分かんないですけど語弊があるかもしれない、壊していくっていうか、そう一個一個壊していくっていうじゃないと本当にちっちゃくなっていっちゃうだけなんで、だから今回初めて舞台もやったんだけれども、舞台、まあ、シェイクスピアやったんですけれども、シェイクスピアの重要、権威の人たちからするとなんてことしてくれるんだみたいなことすごく言われるんだけれど、でもそれが重要で、分かんないなりにこう踏み込んでいく、だから土足で人んち上がっていくみたいなことがすごく重要なわけですよ、それをどんどんしなくなっていくんで、それは良くないなと思う、でも逆にいいことですよね、収まってないってことはその今まであったものじゃないってことなんで、そうですよね、また新しい何かが生まれてるということですね、だからそれを自分が長くやってるフィールドでもやり続けなきゃいけないわけですよ、だから僕の場合映画の場合、もっとやっちゃいけないことをやり続けなきゃいけないんだけれども、どんどんこう大人になっていくから、物分かりが良くなってきちゃうところが一番良くないところですね、なんかでもね自分をいつも探してる感じがしますね話してて、あ、そうですか、すごくなんか生意気なあれですけど、なんか、いつもじゃあアンテナを、だからもう戦いですよね、これちょっとベタな言い方だけど自分をどう破壊するのかっていうことへの戦いだと思う、めちゃくちゃ怖いですけどね、
この例えば俺とか予算がどんどんでかくなっていけなっていく一方で、うんうんうん、その中でどうするのかっていう自分もそうじゃん、うん、例えば ね、コンサートのベニューがでかくなっていく一方の中で、うんうん、そこでやってはいけない最大のことをやんなきゃいけないみたいな確かに確かにね、それが一番最初ライブハウスとかだったら何やってて別にいいじゃんって感じだけど、うん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 、それが東京ドームとかになってきちゃって そうですね、そこでやっちゃいけないことをやらなきゃいけないっていうのは極めて怖いことになっていくっていうのかな、うん、うんうんでそれはあると思いますよ、うん、その壊していこうというスタンスっていうのは、うん、共感する部分ってありますかね。いや僕はそういうとこが好きだったりするっていうか、例えばそのお酒をやめるってことも別に体のことだけじゃないような気がするっていうか、うん、飲んでた時と多分なんかまた違うものとかをそうそうそうあれだなっていうなんかでもいろんなことやんなきゃいけない、うんうん、だから体鍛えるでも何でもいいし、うんうん、やったことでないことやんなきゃいけない、うんうん、だから今はもう山の中にこもっちゃってて、うん1ヶ月誰とも喋んないとかね、うん、そういうのがやっぱりすごいとこらしいですよ。そうなんです、うん、今ユーザーさんのコメントで、うん、エネルギーをとても使うのではないかっていうコメントがあったんですけど、うん、逆にこうチャージされる部分っていうのは、うん、お二人はどういうチャージのされ方をするんですかね。だからやっぱなんていうのかな、どんどんチャージされるものがなくなってくるんですよ、うん、だからこれもね、年を重ねるごとにいろんなものも見ちゃってるしいろんなところ行っちゃってるし経験しちゃってるから新しいものが全くなくなってきちゃう、そんなことない、うん、そうですね。だから映画見たってそんなに新しくもないし、うんうん、いろんなものを聞いても見てもそんなに新しくない中で、うん、じゃあどうすんのよって話になった時に、うん、じゃあもう外にそれを求めるんじゃなくて内側に求めるってしかないっていうのが俺の今の決断であって、うん、もうそこに入り込んでいくしかないなって思いますよね、うんうん、野良さんはいかがですか。何からチャージされてるんですかね。これは、まあ、自分のあれですよね、環境を変えるというか、まあ、一緒だと思うんですけど、うんまあ、どっか行ったりとかその人に会ったりとか、まあ、一番人が影響があるやっぱり、うん、なんかとんでもないやつに会うとか。そうね、うん、ただそのとんでもないやつも減ってきちゃってるから。そうですね。なんかみんなお行儀よくな、こんな世界だから何か言ったら怒られちゃうような世界でしょ。だからみんなお行儀良いからなんか気が狂ったようなやつにそんな合わなくなってきちゃってるってすごくある。欲してるんですかそういう方が。ああすんごい欲してる。そういうの井上さんもですか。欲してますね。それは年齢とか性別に限らず全く関係ない。全然関係ないですね。でおじいさんでも気が狂ってる人は気が狂ってるし、ね、若い子だってすごく尊敬できるやつもいっぱいいるし、うんうんうん、だからそういうやつに会いたいですよね、うん、何でもいいんで、うん、すいませんちょっと今ユーザーさんからのコメントで、うん、山小屋って水道とかどうなってるんですか、うん、水道はある心配していただいてるんですが水道はあってあのね、電気もあるんだけど時々停電になっちゃったりして、この間雪で閉ざされちゃって、うん、停電になって電話も通じなくなっちゃって、うんうん、死ぬかと思いましたけど本当に。すみません、ちょっとお話も盛り上がってきたところなんですけれども、うん、ここでニコニコ生放送は終了となります、はい、この後はイノランさんの公式チャンネルイノランバーにて続きをお楽しみください、はい、冒頭はです、あ、少々ですね、お待ちください、はい、ちょっとお待ちくださいということなんですけれども、はい、待ってればいいんですか待ってればいいですか。で冒頭はですね、すみません、はい、引き続きどなた様でも視聴可能ですが、途中からイノランバー会員限定放送となってしまいますので、この機会にぜひ会員登録をお願いいたします。お願いします、はい、会員登録してください。はい、お願いします、うん、チャンネル登録などはね、運営コメントよりお願いします。はい、いや、あ、コメントのですね、画面コメントはこちらってやつ上にあるところですね。いや、キレさん大丈夫です、その辺なくて。ありがとうございます。ここやらない、ここ。はい、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 さあまあね、これも今流れてるの、ま、待ってるの、あ、皆さん、ね、ここでん、それでは一旦終わり、はい、皆さんまた、バイバイ急にすみません、バイ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 。
はい、のナンバー開店いたします。はい、生放送でお送りいたしております。のナンバー、ここからはチャンネル会員限定の放送となります。ゲストには本日は映画監督の桐谷和明さんにお迎えしております。よろしくお願いします。ところで井ノ原さん、はい、こんなものをご用意いたしました。唐突ですね。見てください、これ。わお、唐突ですね。わお、うん、これ、みんな懐かしい。みんな若い。これ知ってます？最近の声わかんないんじゃないかな、これ。これ、あのデパートの屋上のあのレストランとかにあったやつね。じゃあこれ俺が言ったの。そこれいいんじゃないのみたいな。よくあったね、こんなのね。スタッフが探して売ってんのこれ。売ってたみたいです。売ってたみたいです、ね、星占いなどが入ってる機械なんですけれども、うん、はい、中にはお二人への質問が書かれた紙が入っているんです。うん、なんと仕込みましたよ。はい、懐かしいって皆さん書いてくださっているんですが、ここに100円玉あるので、はい、ぜひお二人やってみませんか。いや、やっ、はい、いや、いいです。いいです。ここはね、やっていただきたいです。いいです。さあ、いや、どうかな、どうする。とってもね、いい皆さんが聞きたがっています。ちょっとこれ、はけて。いや、ちょっと、これ、ね、はい、取り寄せます。会員ならではの番組になってます。そうですよ、これ、レアですから、もう。いや、なんていうか知ってる、これ、名前。なんつうの、俺も知らない。俺も知らないのか。知らない。皆さんやってって声がね。これなんていうか知ってる人、知ってる人なんか書いてもらっていい？これググって、名前です。これ知らない。知らない。知らない。やろうやろうやろう。占いおもちゃ、占いおもちゃ、どっちがいい？井ノちゃん先がいい？じゃあちょっとじゃんけんで。じゃんけんぽ。最初は X です。最初は X。 じゃんけんぽ。はい、これでしょ。お願いします。これね、自分の星座のとこに入れる。そうですね。キヤさん何型ですか？俺ね、何型って、俺は B 型だけど。俺ね、いつもね、お羊座かお牛座でね、違うんです。4月20日なんで、分かれ目なんで、雑誌とかによって違うんですよ。でもこれでは大牛座って書いてあるから、大牛座に入れよ。はい、それでレバーを引いたら出てきますね。来たよ、なんか。あ、じゃあ、はい、いただきます。あ、本当にそういうやつだね。あ、大変、これ、ちょっと待ってください。ね、じゃあ分かった、俺がやってから、俺がやってから喋ってたよ。すみません、なんていう質問が出てくるか、うん、なんか喋ってすみませんね、ちょっと、まあ、いや、もう今質問を考えれば、はい、あ、来たね、来ましたね、うん、すみません、ありがとうございます。もう、あ、出てきました。はい、はい、一生かかっても、うん、克服できないであろう、うん、嫌いな食べ物は。俺ね、根菜が食えない。大根、レンコン、人参、ごぼう、その他、根菜が無理。どうしても食べれないです。なんでですか？なんで、子供の頃から無理だもん。もう本当に嫌。ちょっと食物繊維がじゃあ不足しがち。うん、それは大丈夫だけど。団地アルバイト。大丈夫だけど、嫌い。あと、椎茸も嫌い。わ、ちょっと人生5分の4は損してます。損してます。全然 OK、 全然 OK、 全然 OK。 逆に何が好きですか？アイスクリーム。嘘だ。いや、ほんとアイスクリーム食べたら見たことないですよ。見たことないですよ。いつも夜はおかれだよ。そっか、昼間食べてるんですか？うんうん、朝からアイスクリーム食べちゃったりする。でも絵になりますよね、はい、アイスクリーム。アイス、すいません、アイス。ありますか？じゃあ、井ノ原さん、お願いします。でも4月20日ってもう少しですね。そう。誕生日。うん、そうだよ。ピザいっぱい頼みます。ピザさん家に。お願いします。はい。俺、天秤座ですから。天秤座ということで。はい、あ、回るの何？回るんです。俺のところ回らなかったじゃん。勢いが違います。あら、次のやつ。ありがとうございます。はい。すいません。はい。はい、あ、出ました。うん、何ですか？視聴者さんからの質問に答えてください。ユーザーさんの質問に答えるということで、はいはい、皆さん質問何かありますか？何だろうね、何でしょう、何だろうね、どういう質問？
嫌いな食べ物はありますか。チョキイクラはね、ちょっと俺も知りたいな、それがいい、ね、それ拾わない、それなんかあのうちのドラマのテレビ民放に出た時みたいじゃないですか。ほら、いっぱい来てるよ、ほら。あ、ほんと？どんな、これはじゃあ好きなアイスの味、それを選びますか、選びを信じますか。今の悩みは、今の、いいや、今の悩みは、今の悩みですか、うん、俺も聞きたい。あ、最近ね、太ってきた、うん、嘘、ほんと、なんかね、そんなに見えない、いやいやいや、ああトレーニングを最近してなくて、あら、それ、うん、そうなるよね、してないと、ね、そうなんですよ、うん、でもほら、この年になると、うん、あの、やばいじゃないですか、ね、うん、ちょっと、うん、どうの、代謝の問題ですかね。困ってる、困ってます。代謝、わかります、あの、うん、はい、はい、そうなんですよ、年齢ともないね、そう、うん、でもスマートでいらっしゃいますから。そうだよね、ちょっと痩せすぎなんじゃないのか、いや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 、もうインナーマッスル、ありがとうございます。じゃあインナーマッスル、はいはい、はい、それが悩みですね、それだけ、それだけ。オッケー、もう一つぐらいいきますか、一つで大丈夫、うん、ホットヨガやめましたかって。ホットヨガやってないですよ。やってないそんなことやってたの。やってないですよ、あれなんか、そもそもやってないの、やってない、ホットヨガやってないですよ。ホットヨガってちょっとあれだよね、太ってないよっていうふうに皆さんね、うん、はい、ありがとうございます、引き締まってます、うん、さあ今、ここちょっと盛り上がってきたんですけれども、はい、有料放送、ここから有料放送となります。あ、ここからな、まだまだそうだったの、違いますか、あのね、うん、はい、すいません、大丈夫、有料放送となります、うん、はい、というわけで、はい、キリアさん、もう一回